はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。昨日高田の馬場駅にて北朝鮮拉致被害者救う会署名活動を行いました。お手伝いいただいたメール党員の皆様、ご署名いただいた皆様、誠にありがとうございました。109室の署名を集めることができました。救う会さんに、送りたいと思います。昨日集まってもらえたメール党員さんは女子率高かったなぁ。4割女子で、日本改革党的には多いなぁ。普通1割2割だもんなぁという、印象を持ちました。暑い中お手伝いありがとうございます。昨日都内で熱中症で3人ばかし搬送されたみたいですね。なんか救急車多いな、思ってましたけれども、暑かったですね。こういう活動をやめませんので、今後も続けたいと思いますので、皆様よろしくお手伝いください。拉致被害者奪還の武力行使を恐れる北朝鮮が、手先を使って改憲妨害しているのは、広く知れ渡った事実ですが、早く7条、8条、10条にしてですね、日本人を返さなければ、平壌を更地にするって交渉したいですね。改憲急がないと北朝鮮が先になくなっちゃいそうだよな。ちょっと心配しております。尿道結石は犬より猫、それもオスが断然多いです。これはオスの方が尿道長いのと、家猫の起源がですね、エジプト周辺で節水のためおしっこが犬よりもはるかに濃い。なるべく水分を出しちゃわないように濃く濃く濃縮しておしっこにする。で、尿道結石の成分ってカルシウムとかリンなんですけれども、これも濃い、犬の尿より濃く存在してます。猫の尿の方が、なので犬よりはるかに、結晶化尿道結石が多いと。おしっこ詰まっちゃって出なくなって2日ほど経っちゃうと腎臓がダメになっちゃって命取りであります。オス猫飼ってらっしゃる方はおしっこ出たかな、常に確認した方が無難であります。飲水量が減る冬場に、増える傾向があります。夏場より冬場、やっぱりどうしても水飲む量が減りまして、ますますおしっこ濃くなっちゃって、あります。冬場は特に、ご注意ください。総理官邸で機動隊員が死亡、トイレで拳銃自殺を図った模様。銃声が聞こえたっつってすぐ駆けつけて病院に搬送されたものの死亡したってことらしいんですけれども、詳細の続報待ちだが、なんか結局は自殺っていうことで終わっちゃいそうだな。なんか闇を感じますけれども、田園調布署のトイレで立て続けに2人の警官が拳銃自殺した事件がありまして、6年ぐらい前だったかな。あれも続報なく終わってしまいましたけれども、闇があるんでしょうか、警察とかね。総理官邸を出入りしている機動隊員、銃を所持しているっていうことが分かりましたね。銃を持っている機動隊員が突然気が狂っちゃって、銃を総理に向けちゃったりなんかしたらどうすんのかな。ちょっと不気味に思っちゃいますけどもね。5月5日今日は子供の日であります。15歳以下の人口は去年の1465万人から30万人減って1435万人だそうであります。42年間連続減少、上向く気配なしと。42年間よくね、下がりっぱなしで一回も増えたことなくて放置してたよな、自民党な。無能に過ぎんでしょこれ。それもこれも全て、重税のせいと私は確信しておりますけど、自民党の無能のせいで、財務省にいいように騙されて、税率どん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 上げられちゃって、1435万人分の、1億2400万人イコール 11.6%、 子供率は人口4000万人以上の36カ国中最低だそうであります。小国じゃなくて、それなりの規模を持った国の中では一番子供少ないよね、ということらしい。一般反応、母校がなくなったわ。あ、こういう人多いかもしれないですね。異次元の少子化対策増税で
とどめを刺されそう。今 NHK はアフリカ支援を呼びかけてるよ。アフリカ支援してる場合じゃねえよ、もう。外国支援してる場合じゃねえよ。子育て大変だからな。育てても親ガチャとか叩かれるし。成人の4割が65歳以上という現実。そうなんだ。もうやばくないこれ。42年間、もう下がりっぱなしに有効な策を打てない自民党に呆れております。呆れております。いい人ぶりたい政治家と、天下りが先が欲しい官僚がせっせとね、余計な事業を増やした結果、税負担率も右肩上がり。余計な事業多すぎなんだよ。効果の、なんかわかんないさ。余計な、事業。引きこもり防止事業なんです。引きこもり減らす対策事業って言って、効果があんだかなんだか、さっぱりわかんないですよね。1970年 25% 税負担率、2000年 35% 税負担率、今は 47.5%。 これに正比例して出産数が減ってんでないかって私は確信しております。こんな重税でですね、若者が将来に希望を持って結婚してよ、子供作ってよって言えませんよ。そう思えないしね、気の毒だな、思います。私は子供2人いますけれども、その時よりね、10% 12% かほぼ5割、税負担重いんだもん。本当に気の毒だと思います。女性が輝ける社会をとか言って、専業主婦を撲滅しようとしてるのも原因だと思いますよ、これ。そのためにね、わざわざ税金使っちゃったりとかしてね。労組がだらしなくて、半分存在する高卒の方にも、十分な賃金上げれてないのも問題であります。重税のせいで、20年間で 2% しか経済成長してないのに、公立大学の学費だけは右肩上がりなんですね、これ。これも原因ですね。女性を無理やり働かそうとして、むしろ専業主婦を褒めたたえろ。でないと少子化止まんないですよ。専業主婦の存在を認めろ。専業主婦を目の敵にするですね、自称フェミストっていう人種がおりますけれども、そういう人でもですね、なんだかあれなのね、土方とか、ゴミ清掃の職業はいやらしく、そういうところにも女性が活躍をとは言わないんですよね。女性は家庭で輝く大プロパガンダ。子供がいる男を雇用した企業に税優遇。結婚準備資金貸付。子供3人産んだら返さなくていい。これ全部ですね、80年も前に国家社会主義労働者党っていうのが実際やった政策で効果絶大でした。ことなかれの自民党は無理でしょうな。そもそもこういうの死んなそうだしね。豆知識ですけれども、女性ホルモンの分泌ピークは35歳から38歳であります。これは孫の世話のためではないかっていう説がありまして、昔の出産年齢は低かったですからね。私の同級生でも、中学の同級生でも、36歳でおばあちゃんになっちゃった、人おります。その人は16歳で産んで、娘が20歳で産んだっちったかな。もうおばあちゃんになっちゃったやん。言ってましたけれども。まあ孫を、ものすごい、優しい、感覚で面倒を見るためにここら辺に女性ホルモンのピークがあるんじゃないかという説、ありまして、まあそれが合理的ですよね。世論調査で期待できない 70% っていう自民党の少子化対策なんですけれども、茂木幹事長、現状では増税や国債の発行で捻出することは想定していないと発言しました。なんか信用できませんね。これほど信用できない発言もないな。増税しないとは言ってないもんね。一般のこんなもんやるより金配った方がいいだろう。どうせ嘘だからもう自民党には期待しない。ばらまき献金依存の自民党に歳出削減は 100% 無理。自民党もね、新しい事業をやりたがるんだよね。そこで利権があるし、キックバックもあるんだろうし、あと特定の業界とか優遇したら、そこから票もらえるとか、人員出してもらえるとか、外国と外国人にばらまくのやめろ。やる前から失敗確定。増税しないとは言ってない。無駄なこと一切やめて減税しろ。
自民党の少子化対策なんてどうせ一部企業が儲かって天下り団体増やすだけで信用ゼロ、42年間全く効果出せてないのにやめようとしない、立憲共産バカばっかで、マシな野党がいないので自民がつけ上がってんですよ。自民が劣化してんです。バカでも当選できるから、ちっともね、ブラッシュアップっていうか、向上してがねえのね。女性が輝ける社会を、男女共同参画事業をやめれば、それがすなわち少子化対策だと思いますよ。浮いた税金で減税すればなおよし。なんつったって男女共同参画事業に10兆円費やされてる。国が5兆円ぐらいで、県や都が2.5 兆円ぐらいで、市や区やが 2.5 兆円、4分の1出してて、全てのですね、事業にですね、男女共同参画予算っていうのがちょびっとずつついてて分かりにくくなってる。で、それトータルすると10兆円になる、言われております。これやめれば円でねえので、減税したらでね、男女共同参画事業って結局は女性に働けっていう事業ですから、これ専業主婦とは相反するんだよな。なんでこんな簡単なことができないのか、思いつかないのか。自民党42年間もなぜ、下がり続けてて、ドガンと誰かに怒られないのか。テレビ番組で立憲の長妻昭、国民投票法は法的に発議できない、自民党そんな法解釈はない、一般なんでそんな嘘つくの長妻はというですね、一般案の幼児レベルの嘘つきで草、嘘ついてないと死んでしまうの、立憲ってバカの集まりなの、改憲防衛ありきだからそういう思考になる、まあ、結論ありきでね、改憲防衛できたら何でもいいっちゅうね、小西博之嘘でいいから、これ国会で言っちゃった声拾われちゃった事件がありまして、嘘というか自民を腐せれば事実でなくてもいいんだろう、週刊誌ばかり見てて知らんのじゃないか、週刊誌ネタ多いですよね、立憲って国会で取り上げるネタもね、知らないんだが嘘の確信犯なんだが、長妻の厚労大臣時代のあだ名がミスターパワハラっていうもんで、机から書類落として官僚に拾わせるような嫌がらせやつさらしいです。立憲はこういう古参というか今のメンバー総特会しないと上向かないと思いますよ、支持率が、悪行資産が多すぎて、悪行貯金が多すぎてね、立憲の山田和彦、入管庁から独立した第三者機関による難民保護委員会の創設を提案しています。なんかわかんないですけど、立憲の提案なんだからどうせろくなことないっすね、全力で潰さないとね。一般反応、不法滞在者を勝手に難民にすんなよ、まずはお前ん家で引き取れ、しょうもない理由で難民申請するやつ多すぎだから改正されたんだろう、日本人のために全く働かない立憲民主党、今申請中の3分の1は刑法犯だが、難民申請するのが難民じゃない人ばかりなのが問題、本当の難民なら陸続きの国に逃げると、そうだよね、日本に来るにはなんでかんで船か飛行機で来なくちゃならない、それ使える人って難民じゃないんじゃないの、有権者イコール日本人のために一切働かない立憲、大部分の性的ノーマルのための政策はない、働こうとしない立憲、これで支持率上向かせよったって無理ですよね、過去の悪行貯金が莫大だしね、難民保護委員会に捜査権や逮捕権を持たせて、文句言う人批判する人を弾圧したいんでしょどうせ、これ民主党が作ろうとしてた人権擁護委員会の例があるから、そんなのすぐお見通しなんですよ、こっちは。それ知らなくても立憲の提案だから反対でもいいです、全くいいです、それだけの根拠でも正確無比、立憲が推進しようとしてるから反対、これでいいです、もう正確無比だから。立憲の強権、石垣のり子、公文書をおろそかにすることは民主主義を毀損するのと同じこと、主権者たる人民をないがしろにする行為と、一同唖然、人民小西のことかな、公文書をないがしろってね、主権者である人民って、人民あなた何人なの、人民どこで習ったんですか、こいつも複数国籍なのかな、小西に公文書大事にしろって言ってよ、行政文書を公文書って嘘つかないでもらえますか、さすが不法滞在者と難民の区別がついてない立憲、性犯罪者の不倫相手はお元気ですか
立憲はもうツイッター禁止にした方がいいよ。全員バカなんだからさ。維新幹部、次の衆院選に立憲より多く立候補させる。立憲幹部、このままでは維新に食われる。焦ってるみたいですね。次の、衆院選は、任期、までやると、再来年の10月です。2年半ぐらいあんな。一般判断。裏どん連呼が足りないのでは。危機感持つのが遅いよ。維新の頑張りじゃなくて、小西や有田の頑張りで、立憲が自滅してるんじゃ。焦ってるなら、うな丼とか言って、遊ぶのやめたら。支持率 5% の立憲が、国会に120議席持ってるというのがおかしい。立憲は民主党時代から自爆しかしていない。大量に脱走兵出そう。ああ、離党してね、維新になりたいですのって。で、維新を内側から食い荒らしていく。これ希望の党でやった手、またやるかもしれないな。試験ですけど、宗男みたいな、維新にも外国のスパイはいますけど、全員スパイで、外国人のためだけに働く立憲や共産よりはるかにマシですね。登場人物全員悪人って映画のキャッチですけど、鳥羽や参政党と同じポピュリズム政党で、まあまあ共産思想とか国家転覆思想とかはなさそうなとこがマシで、ポピュリズム政党っていうなら自民党とさほど変わらんしね。まあ維新にも悪いところすっごいいっぱいあるそうですが、候補者とか議員の質が低いっていうですね。なんかね、前科者とか性犯罪者とか、もういっぱいいて、なんかよくみんな分かってなくて変なことばっかり言ってるっていうのもあるんですけれども、国家転覆の思想はねえでしょ、立憲と違って。少なくとも立憲共産みたいな有害さはないのでは。これ私の試験ですから、まあ、異論は認めます。立憲と共産がですね、バカすぎて、自民も取られてバカになってるから、バカすぎない野党の台頭はいいことだと思います。その方が自民も少しはピリッとするんでしょう。本当に効果がある少子化対策、頭ひねって考えるでしょ。いやね、他国で効果があった少子化対策、調べりゃすぐわかんですけどね。そういえば参政党はですね、創建とか言って、一から全部作り直すっていうことを主張しているそうであります。そんなの100年経っても変えらんねえよって、呆れた方から教えていただきました。靴沢の会見案なんですけど、スピード重視で、自衛の努力しないって書いてある全文のバカ部分。なんだ、近隣諸国の、なんとかに信頼してとか書いてある部分。自衛の努力しないって書いてある部分と9条を当面の間効力停止、閣議決定、これ合法ですがいいんじゃないかと思っております。憲法は7条8条次10条でいいと思う。スピード重視で当面の間っつって永遠に停止することも可能ですし、会見の進め方なんですけど、まあ異論は認めます。いろんな意見があるのは認めます。靴沢はそれがいいんじゃないか、全文と9条を停止、全文のですね、国民に由来し、っていうところは分かりやすく、日本人の日本人による日本人のための政治って書き直す。バジって書いてねえからいろんなこと言って、国政はって書いてあるんだから地方はいいんだなんつって、外国人参政権、違憲じゃないなんつって、へりくつこねるやつが出てきますんで、そこも変えたいな、思っております。メール党員さん大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらからご登録よろしくお願いします。デトックスジャパン